どうもそこは、オクチャンネルだーと、どうもクレバー先生でーす。クレバー先生とのコラボでございます。はい、今回ですね、もうクレバー先生、初めてです、僕、お会いするまで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、大阪は。いやー、いいとこですね。吉田町から来てますけど、静岡県の、はいはい、まあ、都会ですよ、どこも。本当ですか、あれ最高です。なんか僕ら実家、あんまりそんなめっちゃ都会のイメージないですけど、はい、なんかまあそう言っていただけると、あ、そうなんかなと思いながら、いい体験ができました、はい、企画戦金クレバー先生プレゼンツ10万円でできるかな、これをね、今から撮影していくというところで、はい、今撮影直前になっておりまして、ちょっと一回ブッズを見せていただいてもよろしいですか。ぜひぜひぜひ、はい、ちょっとですね皆さん、はい、まあもうね微妙に横からで分かると思うんですけど、はい、ミニロトを買わせていただきまして、ちょっといいですか、はい、いいですか、まあ、記入用紙も一応あるんですけど、こうベベベやばだって、こんな決勝これ、うん、そう、すみません、ちょっとこっちで、あ、ぜひぜひ、こんな決勝こんだけ書いてんすか、やばいよな、本当やばいよな。いやいや、これ皆さんね、はい、買った自分もすごいんじゃないですよ、はいはい、こんだけ予想したオクチャンネルさんがすごい。いやどうかわかんないですけど、いやすごいよね、もうこれだけでなんかテンション僕上がってますね、はい、やばい、いや無茶ぶりですよ皆さんということで、今から、当選結果見ていくんですけども、一応この動画の配信が、本編はクレバー先生のチャンネルでもうフルバージョンで流します。ありがとうございます、はい、でプラス、一応この動画の、ちょうどね、多分時差で言うと2、30分後ぐらいに、クレバー先生の方に、動画配信されるので、まあ、さっきこの動画見ていただいた方はまずとりあえずクレバー先生のチャンネル登録してください。でそうすれば通知とかもいきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、こちらお願いします。そして、一応前説的な感じで、これの前ですね、2人で対談動画撮らせていただいた時に、はい、一応ちょっと僕からのお知らせがあるんですよというところがありまして、ね、はい、気になってました、はい、でその話ちょっと今からさせていただきたいなと思ってます、はい、ちょっと自分で自分に罰を与えていかないなといけないなというところで、はい、一応ちょっと今回僕の中で2つのハードル、設定させていただいておりました。それちょっと皆さんにね、はい、お話しさせていただきたいと思います。まず1つ、これもちょっと本当に考えらんないんですけど、はい、500口ある中で真っ当すら当たらない場合ですね、はい、これに関しましては、もしそうなった場合、僕ミニロト引退します。あら、ミニロト引退します500やって当たんないんだったら才能ないじゃないですか。いやいやいや運もあると思うんですけど、はい、そう、なんかマット1個でも出たらとりあえず引退は、まあ、クリアと、ね、引退はないよと、はい、ミニロトの、引退はないと、はい、で、次ですね、次がまあちょっと個人的にはまあここが重要じゃないかなと思ってるんですけど、一応過去最高僕が、3等当選させていただいてて、はい、ミニロト一応4等、3等、2等、1等なんですね、はい、で3等を、まあ、含むですね、3等含んで3等以上です、はい、出ない場合、違う宝くじ、はい、で10万円ちょっと罰を課せたいなと自分自身に、あ、はい、もしかしたらまた夢がつながるよと、はい、いうところで、一応罰としてね、うわ、一応自分で用意してます。すごい聞かせが出ましたね、はい、そうだから僕、まあ、正直2、3等は分かんないです、はい、ただ何よりももう皆さん500口も予想したことないかもしれないですけど、ね、坊主だったらマジヤバいなと思ってて全くないのもヤバいですね、はい、だからそれはもう、あ、引退だなと、あ、うん、こう2021年でもしダメだったら、はい、もう2022年からはミニロトやめて、あら、ロト6か7に、移行しようかというような、まあ、一つのきっかけなのかなと思ってます。休止じゃないですね。休止じゃないです。それに関してはミニロトは引退です。もうミニロトはやりません。うわもうね、だってマット500口でマットだからやばくないですか。確かにそれはありますけども、逆に外した方が面白いのもありますから、まあまあそうですね、面白さはあるんですよ、ある種持ってるってことで、いやいやっていうね、意気込みを込めてやっております。はい、はい、どうですかクレバ先生、実際、はい、ミニロトって、はい、クレバ先生自体経験は、まあ、買ったことはあるんですけども、はい、
やっぱりナンバーズの方がずっと予想してて、はい、はいはいはい、そうですよね。で、まあ、当選の実績もあるんで、うん、あ、そうですね。なかなかロト系に手が出ないんですよね。あ、そっか。でももうあれじゃないですか、まあ今3はある種もう王冠かぶったじゃないですか、はい、そうですね、まあ、ね、何千万ってのはあるですね。あ、ある程度例えばもうその辺の領域って多分錦野明の奥様か、はい、車先生くらいじゃないですか。そうですね、本当3年半でここまで来たんで。3年半であの額やばいですよね。上がってきましたね。駆け上がってきました、やっと。すごいな、夢あるっすよね、それで言ったらね。ありますね、やっぱ、ね、ですよね、はい、そう、それ考えたら、まあ、じゃあ一応ミニロトとしては経験的にはまあ、あまり多少あるけど、ま、まあ、深くはないよねっていう。深くはほとんどないですね、はい、なるほど。なのでちょっとね、ここでクレバー先生のチャンネルで、まあ、あの配信するのもあるので、ちょっと花持っていただきたいなと思っております、はい。いやー、はい、ぜひね、はい、多分奥ちゃん会さんが一等当たると思うんで、いやもうプレッシャーいくいってプレッシャーいく、ぜひね皆様ご期待ください。ほんとね、ミニロトといえば、はい、まあ、奥チャンネルさんなんですよ、この YouTube 界でも。あ、なんすかね、どうなんすかね。そうですね、もうトップを走ってる方がね、まあ外すわけがないと。いやいや、これこの振りね、この振りえぐいっすよねこれ。とは言いつつも、なんか多分一緒だと思うんですよ、はい、気持ちは10万使ってほしいなと思ってなる、僕がね、足かせで何どれ行くんだろうっていうのも、ね、そうそうね、楽しみなんで、はい、まあ、前ビンゴ5 やられたじゃないですか。やりましたね、はい、やりました、もう一回見たいなと。まあそうですね、ビンゴやったんで、いやなんでビンゴ以外かなと思ってます、ね、もう一回あれくらいの金額、はい、見たいなと思ってるんで。そうですよね、ちょっとじゃあそのあたりもね、とりあえず今から、約2、30分後にクレバー先生のチャンネルで今から撮影する動画が配信されますので、はい、ぜひクレバー先生のチャンネルの方でご覧ください。そして一応その結果終わって、翌日になると思うんですけど、僕のチャンネルの方で、まあ、じゃあ結果がこうだったから、アフタートークっていうところで、まあ、罰ゲームの詳細だったりとか、その辺のお話もちょっとね、はい、していきたいなと思っております。はい。ということで、皆様、今からですね、撮影させていただくんですが、クレバー先生のチャンネル登録、そして、ぜひですね、ミニロトどうなったかっていうところを楽しみに見ていただけたら幸いでございます、はい。よろしくお願いします。はい。では、皆様、クレバー先生のチャンネルでお会いいたしましょう。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。